はい、ということで一滴も飲んでおりませんが、しかも昨日おととい全く飲んでおりません。最近撮影の日しか飲んでおりません。ということでですね、今回はですね、そんなシラフの僕が作るといえば何だったでしょうか。至高酒でございます。はい、今回作るのはこれはね、ガチです。僕至高のレシピでもね、たまに何の変哲もないものを出すんですけども、僕が何の変哲もない料理を出すときは何の変哲もないその料理が一番うまいと感じたときなんでね。なんですけども、今回のルーローハンはねマジで自信あります。作り方的にはスタンダードではあるんですけども、簡略化したりとかいろいろあるんですけども、まあとにかくね、味がうまいです。このルーローハン食べたらなかなか外で食べられなくなる、そんなルーローハン今から作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。じゃあですね、材料説明いきます。まず豚バラ肉です。豚バラ肉、これ分かりますかね。いい油のつき方してますね。だいたい5-5ぐらい、と赤身6から5が一番で、油が4から5の間の豚バラがいいです。で、まあ、今回ブロックなんですけども、ブロックじゃなかったら厚切り肉ね、厚切りの豚バラがいいですね。普通に薄切り肉とかでもできなくないんですけども、ブロック肉から使った方が美味しいと僕は思いますんで、これ使います。油目はこんな感じです。で、あとは玉ねぎ半分 120g ぐらいで、ニンニク2かけ、チンゲン菜、まあ、チンゲン菜じゃなくても小松菜とかでもいいんですけども、青みがあった方が美味しいのでこれ使っていきます。あと他の材料は概要欄です。至高シリーズの今日はルーローハンを作っていくんですが、ルーローハンを作る上で何が一番大事か、酒です。酒を飲みます。アルジュージャックでよいしょー。やっぱりね、これがないとね始まらないんですよね。僕恥ずかしがり屋だからね、やっぱり飲まないとね料理できないんですよ。ということで皆さんご視聴ください。乾杯。ひよったのこれ。あー、これじゃあやっていきたいと思います。材料切っていきたいと思います。まず玉ねぎをね切っていきましょうか。なんかスライスでいいん でなるべく薄くスライスした方がいいんですけども、まあ、ちょっと太くなっちゃっても構いませんの で別にこのね包丁とかっていうのは別にそんなに早くする必要ないんで、あんまりね急いで切っちゃうとね、手切っちゃうとね料理嫌いになっちゃいますからね。慣れた方は早くやっていただいてもいいです。そしたら次はガーリックですね。ガーリックジュニアです。まあこんな感じで、潰してスライスすれば大体ね、大きめの粗みじんになりますんで、これで結構です。こいつですね、チンゲン菜はねこうやってちょっと剥いていただいて、まあ、芯の方も食べられるは食べられるんですけども、ちょっとね今回ね青みをつけたいっていうのが一番のポイントなんで、まあ、こっちもね、あと食べるんですけども、この葉の部分をここら辺に砂噛んでたりするんで洗ってくださいね。はい、洗えました。で、後でね湯がきますん でこのままだとね結構ねゴリゴリになっちゃいますんで、こいつね切る半分ぐらい、そうするとね非常に食べやすくなりますんで、芯の部分と、葉の部分をねちょっと切り分けます。はい、こんな感じ。この芯の部分もこう半分に切ってもらって、今回はね3人前ぐらいのルーローハンなので1株の半分ぐらいですねこれね。でお野菜は OK です。なので、お野菜もこうやってちょっとね分けておきましょう。バットの方にね。で玉ねぎだけもうすぐ炒めてしまいますので、フライパンにこう移してあげてください。次はお肉です。ございます。豚バラブロックでございます。はい、今回 400g のものです。 400g で大体3人前ね、結構大盛りで食べられます。でこれをどう切っていくかっていうと、まあ、僕の場合なんですが、もう僕はねこうやって切っちゃいます。はい、と最終的には1センチ角ぐらいのちょっともうなんつうのキューブ状にしていきたいんですねこれね。なんでそのために厚めのスライスにしていく感じですかね。で普通のね豚バラとかなんかひき肉とかでやってもいいんですけども、やっぱりねルーローハンっていうのはやっぱりお肉感がないと、ルーローハンじゃないのかなっていうふうに僕は思ってますんで、で、まあ、こういうお肉あるじゃないですか。これだと1センチ角には全然到底及ばないので、これ半分に切って、で、半分に切ったらこう切っていく。これぐらいのお肉の感じがいいと思います。はい、真ん中で切って、でこうやってこう角にしていく。はい、まあ、ちょっと大きいのがあってもねいいんで、これぐらいのニュアンスでやってください。その方がねお肉感があって美味しいです。でバラブロックでしたら売ってますからねこれね、スーパーでねよくね。なので入手も簡単ですので、ここだけねちょっとね手間です。でも美味しいルーローハンのためにはちょっとね頑張っちゃいましょう。ちなみに僕はこの料理めちゃくちゃ好きです。
やっぱね、ルーローハンってね、やっぱお肉の料理なんで、ね、ロマンに溢れている。ごめんなさい、言うの忘れてたんですけども、今ゆで卵を茹でてます。これはですね、ルーローハン、必ずゆで卵を入れていただいた方がボリューム出ますんで、1個でも割れちゃったんで、後で1個追加しました。だからこの3つ使います。はい、じゃあ切るのは終わり、火を使っていきます。じゃあやっていきたいと思います。まずですね、まあさっきね、玉ねぎ切ったじゃないですか。こいつをね、炒めていきます。で、油ね、大体大さじ1ぐらいね、入れます。これで炒めていきます。で、飴色に炒めていきます。で、本来はこの玉ねぎって、ルーローハンってね、フライドオニオンを使うんですよ。なんですけども、なかなかね、自宅でフライドオニオンね、作るのってなかなか面倒なので、油もよく使いますし、なので今回はですね、フライドオニオンではなく飴色玉ねぎを使います。なぜ飴色玉ねぎを使うかっていうとですね、香りの成分っていうのがフライドオニオンとかなり似てるんですね。香ばしさだけで、まあ柔らかさだけ違うんですよ。なので、飴色玉ねぎをでと一緒に煮込むことによって、このローハンにものすごくいい旨味がつきます。で、ここにちょっと塩入れます。なんで塩入れるかっていうと、こう浸透圧でですね、玉ねぎからお水が出るんで飴色になりやすくなる。で、もし時間がないなっていう方は、玉ねぎね、最初にちょっとチンしておくといいです。はい、レンジ。そうすると、水が飛びやすくなってですね、飴色になりやすくなります。で、飴色の仕方はね、こうやってね、フライパン全体を使ってあげます。フライパンと接してる面が飴色になっていきますんで、このまま少し待ちながら、はい、そうしましたら一回ひっくり返しますね。そうすると、このいい感じが出ますよね。これが重要なんです、皆さん。炒めたらちょっと混ぜて、でもう一回こう押し付けながら、これを繰り返すことによって、フライドオニオンと同等な香りが高いですね、オニオンができます。ここはね、やっぱちょっとじっくりやってください。この間にね、ゆで卵ゆでとけばいいんでね。ゆで時間はね、完熟のあれでいいです。今回はね、玉ねぎ半分という少量なんで、強火で、フライパンでやっていけばすぐにこの色になりますんで、決して黒焦げにはしないってところですね。カラメルの香りがしてきたらもう OK です。で、これはね、一旦取り出したい。ちょっと取り出していきます。これからね、お肉炒めますんで、玉ねぎあるとね、お肉に焼き色がつかないんですね。で、またここに油を引いていきます。豚バラなんで、少しです。ここに豚バラを入れていきます。煮込むんで、下味はね、つけなくても大丈夫です。これはなんで炒めているのかっていうと、やっぱりお肉にですね、焦げ目をつけて、この焦げ目と一緒に煮込むことによって香ばしさみたいなのがつくからですね。豚肉はね、焼いてから煮るとまたね、全然味が違います。で、しっかりね、火を入れると、やっぱりこんな感じで香ばしい香りになったなと思ったら、ニンニクね、炒めていきます。これね、豚バラの脂があるんで、このままニンニクって先に、お肉より先に炒めがちなんですけども、お肉炒めた後の方がいいです。お肉にね、焦げ目がつく前にニンニク焦げちゃうんですよ。なので僕は大体ね、お肉炒めって、ニンニク入れるときはね、炒めた後に入れます。はい、あ、いいですね、パリッとしてきました。これニンニク入れたらね、ちょっとね、火は弱めにしましょう。中火ぐらいですね。さっき強火だったんですけども、肉かけるニンニク is best is good。 これもう家庭科のテストに出ます。はい、こんな感じですね。で、ニンニクもちょっといい香りになってきたら、ここで調味料入れていきます。水が、350cc、 そしてお醤油です。これね、結構ね、濃いめです。はい、4杯ですね。はい、で、オイスターソース、お醤油は味のベースになります。オイスターソースはね、旨味をつけていく。小さじ4杯だから、まあ大さじ1と小さじ1ですね。お砂糖ですね。お砂糖がね、大さじ1。これで甘みをつけ、ルーローハンでちょっと甘さがあるんで、調味パンパンです。小さじ3分の2、まあ大体3分の2、これね、はい、これぐらいです。小さじの3分の2ね。あとお酒です。3ですね。はい、ドン終わりました。で、あと唐辛子、まあ辛いの好きな方は2本ぐらい入れてもいいんで、2本ぐらい、はい、まあ1本でもいいんですけども、僕2本入れちゃおうかな、今日は。で、これね、すいません、また出ました、ウーシャンフェン。僕結構使うんですけども、ウーシャンフェン買ってください。スーパーに売ってます。ウーシャンフェン入れるとね、ものすごく本格度が高まりますんで、これ入れてください。で、あと黒胡椒、これはね、粗挽きので、ね、もしある方はホールの粒のまんま入れるとちょっと本格的になります。で、先ほどの玉ねぎですね。あー、いい香り。これ沸かしてる間にゆで卵、さっきの剥いていきます。こんな感じでね、これ、
まあでもね、ギリギリ大丈夫ちょっと油抜こうぜ、油、ね、皆さんね、油ちょっとこの時点で抜きましょう。豚バラね、の油がね、かなり出てると思うんで、これ表面ね、すくってね、そうすればね、ちょうどいいでしょう、これ。あの皆さんはね、横着しないでね、鍋で煮てくださいね、これね。ボコボコさせるとね、真ん中に油集まってくるんで、これだけね、あの上澄みだけ取れば大丈夫です。はい、これだけ油ありますから、この油はね、あの いらないです。要はラードなんで、冷やしといて炒め物使うとかでも大丈夫なんです。そしたらこの状態で、沸いたら弱火、この状態で、40分煮ますんで、もう1本の動画を撮ります。では皆さん、40分後にお会いしましょう。バーハハーイ。じゃあですね、今煮込んでる途中なんですけども、このチンゲン菜茹でていきたいと思いますんで、適量のお湯ね、 800cc ぐらいかなに、お塩、あ、結構入れちゃっていいです。はい、お塩を入れると、あの緑が映える、仕上がりになりますんで、ここできればね、あのこれ芯の部分から入れてください。はい、芯の部分のがね、火の通りが悪いんでね。まあこれね、面倒くさかったら、あの別にこのままレンジでチンでもいいんですけども、まあちょっと今回はね、煮てる時間がありますんで、煮てる時間でちょっとやろうかなと。だいたい芯の部分30秒ぐらい茹でましたらですね、葉の部分ですね、入れていきます。はい、この青が入ると栄養バランスも良くなりますし、色合いも良くなります。はい、こんな感じですね。じゃあ、あとはこれね、ルーローハンの方に添えていきますんで。はい、じゃあですね、40分煮た姿がこちらでございます。ちょっと50分ぐらい煮ちゃったかな、これね。で、卵は途中でちょっとね、軽く、ひっくり返すように、しました。結構ね、味というか色が染みてますね。はい、そしたらもう完成ですから、これ。じゃあ盛り付けていきたいと思います。いつものごとく温めた里のご飯ね、入れていきます。まあ、別に丼でもいいし、今回はね、ちょっと手頃なちょっと浅めの皿があったんで、ちょっと台湾っぽいかなと選んでみました。ここに、まあね、卵なんですけども、ちょっとね、切った方がいいので、これだけちょっとこう切りましょうか。じゃあまずご飯にこの頭をね、ルーローハンの頭をかけていきます。結構ね、弱火で、やってるので、最初よりね、ずいぶん煮詰まったと思います。このね、煮詰まった汁がうまいんです、これ、ね、お肉もね、相当煮込まれて柔らかくなってると思います。今回はね、豚バラ肉たっぷり使ってますんで、お肉はね、たっぷりのせちゃって大丈夫です。とともに煮汁もかけてあげてください。日本人の味付けに合ったルーローハンだと思います、これは。さっき切った、卵は、まあ、ここら辺に、ね、ちょっとこう、ね、ここら辺にね、チンゲン菜ね、完璧じゃないでしょうか、皆さん。唐辛子かなんかね、のせてあげてね。あら、おしゃれが過ぎませんか、これは。最終的にこのタレをね、これね、タレはね、ちょっと濃いめなんで、お好みなんですけども、かけてあげてください。そしたらこちらで、私の最高に美味しいと思うですね、至高のルーローハン完成でございます。それではできました、飲んでいただいていただきます。キャー、ハイボールでいいですか。ハイボール。ちょっとね、オシャンティーに今回は、ジョッキじゃなくてね、なんでオシャンティーにしたかわかんないですけど、はい、じゃあ、いただきます。うお、タレしみしみよ、これ。うまそう。チンゲン菜も盛りましょうか。じゃあ、いただいちゃいますよ。まずはご飯と肉。うおお、うまっ。おー、なんだこれ。これちょっとやばいわ。タレの味が最高ですね。豚肉もこれだけ細かく切ってあるんで、40分でね、めっちゃ柔らかく煮えてます。卵もこの程度の煮込みなのにめっちゃ味付いてる。あと3日はこれでいいっす。俺、ウーシャンフェンのスパイスがすっごい効いてて、でも煮込むことによってものすごくこの煮汁と一体化してて、酒にも合うな、ルーローハン。これは完璧だわ、俺的に。味変カーブリジェネーションいきますか。ウーシャンフェンで香りをつけたんですけども、山椒パラパラと。ちょっと待って、これ俺大好き。ルーローハンはね、何度も作ってきて、昔のレシピ引っ張り出してきて、今まで料理研究家としてやってきたいろんなものを詰め込んで、できたんで、最高の仕上がりです。本当にうまいです、これは。この本当にうまい、最高の、今日食べられるのはイデオアイアンスタッフ。
反応の仕方が分からなすぎる。アイアンスタッフの哲也です。得意ジャンルは。アイアンスタッフってそういうこと？哲也と鉄、鉄か。いや別にそういう。あ、そうそう。アイアンシェフって番組が。そうだ。それも知ってるけど。ダブルミーニングじゃなかった。ダブルミーニングじゃなかった。お疲れ様です。いや、すごい美味しい。え？そういうそういうですか。まず香りだもんね、これは。香りが香りがきて、肉もね、結構きてるからトロトロで、すごいね。トロっとしてて、煮汁のね、やっぱこのいい塩梅ですよ。甘すぎず、辛すぎず。山椒ジェネレーションしてる。山椒ジェネレーション。山椒ジェネレーション2年前だっけ、フェスでね、カウンターダウンジャパンのアジアンカンフージェネレーションの清さんが出してたルーローハンを食べた時に、あ、しこのルーローハンやろうと思いましたね。じゃあ山椒パターン、山椒パターンいただきます。フォアジャオもうまいんだけど、山椒アウト。もう、ね、香りだけで飯食ってる感じだよね、なんかすごい感覚。香りがもうすべてなのね、だから山椒もめちゃめちゃ合うんですよ。ベース美味しいのに香りでもう止まらなくなる、異国情緒あふれてる、だから至高なんですこれ。40分だけ煮込んだけどこれでうまい。いやもう最高っす。ございます天才アジア、アジアの中鎮ですということで、こちらの至高のルーハンいかがでしたでしょうか。あの多分今まで食べた中で一番美味しいルーハンになるんじゃないかと思います。あの僕はそうでした。食べやすくもあるってこのルーローハン、僕が今まで何十杯もルーローハン食べてみましたよ。これが一番うまいです。なので皆さんぜひ試してみてください。あ、何、新顔だから爪変えたばっかだから。あ、新顔だからね。そう、新顔だから。もう言ってよ、もう見ればわかるでしょ。満タンになってんだから。新アルチューマシン。いや違う違う違う、下新アルチューマシン下の各ボリッド。ああ、そう、あれ全部飲んだんだねすごいね。